ということでですね、まあ、今回スタジオディスプレイをこうして私はゲットしたわけですけども、このスタジオディスプレイはこの MacBook Air とつないでこう使うものなんですけど、やっぱり Apple 信者としてこういう環境をね揃えてくるともっといろいろ揃えてきたくなるじゃないですか今回この環境を構築するにあたって周辺機器もいろいろと買っておりますはい、まずはこちら、じゃーんマジックキーボードウィズタッチ ID、 イエーイ、ブラックキー、ブラックキーさらにもちろんこちらもじゃじゃーんマジックトラックパッド、こちらもブラックタイプ、オーマイガー、さらにさらにこちら、じゃーん、イエーイラシーの HDD、 イエーイ友達にこれいいよって言われて、これが Mac には最適っていうか、すごいこれマジでかっこいいよっていう風に友達に教えてもらって、まあ友達っていうのはあのムフさんなんですけどあとさらに、イエーイ、iPhone 12 mini 用のクリアのケース、イエーイなんで今回このスタジオディスプレイとこちらの周辺機器4点セットにしまして、お値段なんと、よちょ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 、今回まっぱりスタジオディスプレイ買って MacBook Air とつないで、いろいろこれでどんどんね PC ライフを豊かにしようって思ったら、やっぱりこういうの欲しくなるじゃん。どうしたらいいの私ったらあのせっかくなんでこれもちょっと劣化カカッと開封していこうと思います。これね、あのもうちょっとこれは別件で、あの今回もこれに限らず、もともと私もあの何外部ストレージ不足が深刻すぎて早急にストレージを拡張しないと、もう動画の素材を入れておくところがもうなくなってきたからっていう理由で急いで買ったので、あの実はもうあの開けて普通に使ってるんですよ。じゃーん、見てこれやばくない？こちらですね、これが本体なんですけど、やばくない？これあのヌフさんにいいよってアップルストア一緒に行った時に、あの SSD っていうか外部ストレージ欲しいですよねって言ったら、あのこれめっちゃいいっすよって教えてもらったんですけど、これマジで、まあ、あの Mac 用に作られたストレージなのみたいなでしかもこれアップルストアで取り扱ってるやつなんですよ。だからその品質的な面でも、そのわけのわからないメーカーのやつを使うよりはずっと安心だし、もう見た目がこれ、まあ、ラシー自体はすごいあの SSD とか作ってるメーカーとしては結構まあ安心ではあるんですけど、これ5テラです。5テラの SSD じゃない HDD ハードディスク、シルバーにしたんですよ。でなんでかっていうと、私の MacBook Air はスペースグレーなんですけど、今回はやっぱりこちらを意識してます。スタジオディスプレイがやっぱシルバー基調じゃないですか。やっぱこういうのとね、すごいほらやっぱ相性がいいじゃないですか。で基本私の持ち物とか私の服とかっていうのはベースが黒なので、それがすごく合うし、今から開けるこのマジックキーボードとかトラックパッドもブラックとシルバーの組み合わせで、まさにこの Mac スタジオとかスタジオディスプレイと合わせた時にベストになる。ただ MacBook Air は自体はちょっとまあスペースグレーにしてしまったんですけど、でも単体で持つときはスペースグレー、合わせてもまあ綺麗ということで、まあ、結構コーディネートとして意識してみました。これもね実はスペースグレーも売ってるんだけど、なんで基本的には家でこうスタジオディスプレイとつないだときにいろいろデータをやり取りとかする用として買ったので、この切り欠きがめっちゃ綺麗、やばすぎる。これねで Amazon のプライムデーでこれ買いました。あの2万円ぐらい5テラで、まあ、テラで2万円でこの見た目だったら私は全然良かったです。すごく嬉しいこれイエーイ、マジックキーボード with touch ID。 これもね正直買うか迷ったんですよ。なんでかっていうと、はい、私にはこの子がいるんです。こう半年近く前ぐらいにアルバイトを週7でした時にちょっとテンションが上がって中古で買ったスペースグレーのキーボードなんですけど、テンキー付きの。その後 MacBook Air を買った時にタッチ ID、 初めてのタッチ ID なんですよ。 Mac にタッチ ID ついてるのを経験するのはこれが初めてなので、めっちゃ便利と思って、やっぱタッチ ID ある方がいいなって思ったのと、スタジオディスプレイのゲットが決まったことによって、やっぱり見た目はこっちの方が合うじゃんっていうことで買いました。ちょっとこの子どうするか今考え中です。っていう感じで開けます。ジュルン、おー、オーマイガー、かっこいい、やばい、よ
す。このさっきのサンダーボルトとか電源ケーブルと同じ感じのこのファブリック調の USB-C とライトニング、ライトニングの部分ここがさ、ここのとこ黒いのめっちゃかっこよくない？そして本体をペリリンとしますと、やばいやばいやばいやばすぎる。ちょっと待って、よいしょ、うわ美しい、なんて美しいの。さっきのスペースグレーと比べるとこんな感じですね。スペースグレーと基本的な形は一緒です。基本的な形は一緒で傾斜の角度感も同じで、角が丸くなってそれぞれのキーの大きさがちょっとだけ違う。打ち心地もそんなには、基本一緒かな。やっぱでもここタッチ ID があるし、上下キー、点キー、私点キー欲しい人だからね、この辺のキーも同じで、上がちょっと、お休みモードがついたり、マークがちょっとそのキーのその刻印のところが若干増えたりとかしてるぐらいですね。でこれがスペースグレーかシルバーかっていう、これがすごいさ、あの iPad のスペースグレーかシルバーかみたいな色の違いですごい楽しい。やっぱでもスタジオディスプレイって考えたらこっちだね。 MacBook Air のスペースグレーと比べてもだいぶ色が濃いんですね。こっちのシルバー調の方が MacBook Air のスペースグレーと近いので、色合わせとしてはこっちを使う方がいいのかな。どっちもめちゃくちゃ好みだけど、これ私すごい気に入った。わあいいな、ここに置いてこう使うわけですよ。やばすぎるよ、トラックパッド。やっぱりマウスよりトラックパッド美しい。この操作感、あ嬉しいですね。ちゃんとさっきのキーボードと同じケーブルがトラックパッドの方にも入ってます。これで接続と充電がスタジオディスプレイにつないでできます。あこれさ、私こう側面だけがシルバーで表ブラック、裏もシルバーだと思ってたら裏もブラックなんですね。ここのラバーついてるところも。でアップルマーク美しい。今まで iMac で使ってたトラックパッドが iMac に買った時についてきた白い普通のトラックパッドだったんですけど、新しくなった最近のマジックトラックパッドは角が結構、新しい方が丸いですね。置くと、はい、こんな感じで、どう？やばくない？やばい。同じ純正のスタジオディスプレイにぴったりの完璧な公式純正デザインのものを使っており、 MacBook Air とつないでラッシーの HDD がこのシルバー感がスタジオディスプレイとかキーボードのシルバーともぴったりで、この表面のブラックが私のデスクのブラックとマッチしていて、もうやばすぎる。最高の環境ができた、やばい。はい、もう非常にね、今満足で幸せであります。はい、という感じでスタジオディスプレイの開封とファーストインプレッションセットアップをひとしきりやってみたんですけども、まあ今回ねこのスタジオディスプレイをそもそもなんで買ったのかっていうのと、買った経緯と今後どうしていくのかっていう話を今からダラダラしたいと思いますので、はい、まずですね、あの私はこの買ったことによって一つね、あのまあこれを見てるかどうかわかんないんですけど、一部のそのアップル系のお友達皆さんにね謝らないといけないなっていうことがありまして、私はこのスタジオディスプレイが発表されたのをあのイベント当日見ててからずっとツイッター上でもうスタジオディスプレイが欲しすぎるっつって、で散々悩んで、あの実は黙って購入しました。あの買ったことをずっと内緒にしてて、あのすいませんでした。いつ注文したのかっていうと、実は私買ったのがあの4月の9日です。4月の9日に注文しました。その時に買ったっていうことも言わないで、ああ注文しちゃったどうしようって思いながら、到着したのが6月19日です。お家に到着してやばい届いちゃったと思ったけど、その時個展の準備とかがあってめちゃくちゃ忙しすぎて全く開ける時間がなくて、今日開けました。今日が、7月の13日です。買ってから家に届くまで2ヶ月ぐらい待って、そこから家に届いてから開けるまで1ヶ月ぐらい、あのなんていうの、寝かせてました。すぐ開けろよって感じなんですけど、あのそんなにすぐ開けられないから、こんな欲しくてやばかったものアップル信者は。しかも本当に忙しくて開ける時間がなかったから、もっとちゃんとゆっくり今日みたいに時間をかけて大事に大事に開けたいなと思ってたから、それまで自分のご褒美として開けずに取っておこうということで
とりあえずまあなんとなくな、まあ、内緒で買ってとりあえず撮影したってことです。でこれを買った時の話をしますと、まあ、3月の頭にアップルのイベント、今年最初のイベントがあっていろいろ発表されてこのスタジオディスプレイが出てきたんですけど、それを見て、まあ、欲しくなったっていう感じなんですけど、まあ、それを話すにあたって私の Mac 歴みたいなのを重ねて話しますと、デザイン学校に通った時に学校の指定で買わされたのが2015年製の MacBook Pro 13インチです。これが私の初めての Mac かつ初めての自分だけのパソコン、ラップトップのパソコンだったんですよ。でこれがもうスペックがズタズタになるまで使い古しまくって酷使して、で新しい Mac 欲しいなって思って買ったのが後ろにあるこの27インチ iMac なんですよ。それが当時30万ぐらいで買って、でそれと21インチだか22インチぐらいの液タブをつないで、私は卒業してからずっと絵を描く生活をしてたんですよ。デスクトップっていうのが、完全なデスクトップっていうのが私にはまりきらなかったんですね。それまでラップトップ13インチに慣れてた状態でデスクトップ行っちゃったから、外で作業できなくなっちゃったんですよ。ブラウジングとかちょっとした細かいデザインの修正とかした時も、このでかい画面の前によいしょって腰を据えていちいち起動しなきゃいけないっていうのがすごい、なんだろう、重いっていうか、なんだろう、大掛かり大げさになっちゃって、大きい画面で快適でしっかり作業したいっていう時には役立つんだけど、そうじゃない瞬間もあるじゃないですか。それでどんどん使わなくなっちゃって、でイラスト描くのも液タブと、そのでかい画面の液タブとでかい画面の iMac でかいでかいで、なんかイラスト描くのもまだちょっと今のその当時の私の技術だとでかすぎてなんかなっていうのがあって、11インチの2018年モデルの iPad を買って、 iPad でイラスト制作するっていうのに移行して、そこから iPad 好きになって、同時に Apple 信者になってって、 iPad ばっかり使うようになってって、 Mac とはかなり疎遠になってしまったっていう経緯が当時あった。てかそれが今年の頭までの私の状態だったんですね。で Mac でしかできない作業とかもあるから、 Mac は Mac でやっぱり必要だけど、もうそれから5年そんなことやってるうちに、どん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 この iMac も使い古されていって、もう動作が重くて重くて、到底この iMac を使って作業しようとは思わない状態なんですよ。小回りの利く取り回しのしやすい Mac がやっぱり私は欲しいってなって、今ある MacBook Air これですね。で今ものすごく満足してる。しかも M1 チップだからね。私が当時30万かけて積んだこのメモリ16ギガとスペック上では同じ状態なのに、はるかに MacBook Air の方がサクサク動くんですよ。これに私感動して、今これめちゃくちゃ気に入ってるんです。ただやっぱり27インチって良かったなっていうサイズ、もうねわがままなんですけど性能と小回りとしては13インチラップトップ M1 が最高なんだけど、スクリーンサイズで言ったらちょっとこの5年間慣れてきた27インチっていうのはやっぱいいなってめっちゃ思ったわけですよ。 iMac はもう手放してしまおうっていうふうに思ってたんだけど、そのスクリーンがちょっとっていう1点だけのために今日までこの iMac は手元に残してました。外付きディスプレイ欲しいなって思うようになったんですよ、去年ぐらいに。この MacBook Air を買ってすぐの頃になって、私はもう Apple 信者だから、しかも純正至上主義みたいなところが結構あるやばい立ち悪い信者なんでこれが発表される前っていうのは、 Apple 純正のディスプレイはあのプロディスプレイ XDR っていうクソ高ディスプレイしかなかったわけですよ。50万円するやつ、あんなのいらないいらない春のイベント来ました。噂ではアップル純正ディスプレイがもうちょっとお手頃なものが出るんじゃないかっていう噂が出てるっていうのを見て、もしアップル純正のディスプレイが出たとしても、どうせまたプロディスプレイより安いったって30万ぐらいでしょ、30万のディスプレイはさすがの私も買わないわと思って、まあ、今回のイベントで私は買うものは特にないかなと思って、っていう軽い気持ちで見てたんですよ。そしたら出てきたこのスタジオディスプレイが当時の最低価格19万円って言われて高っけど思ったより安っと思ってうってなって私で、どうしようっていうことをツイッターでずっと言ってたんですね。で迷いに迷って迷いに迷って迷って迷って、で実際にアップルストアに当日にも行って見て、うわこれこれはもう欲しいってなっちゃって、実物見ちゃダメだね、なんか欲しいけど買ったらまずいなっていうものは実物は絶対見ちゃいけません。もう買うっていう道がしか出てこなくなっちゃうからでこれを見て音を聞いて、これでゆずさんみたい、これで作業したい、買いますってなっちゃった。
注文したわけです、内緒でね。当然これ一括でボコンって買ってるわけないですからね。私はまだ25歳のチャランポランのプータローみたいな女なんで、普通に分割払いですよ。こんなん言っていいのか分かんないですけど、でもそれぐらい私は欲しいって思って、今日こうやって設置して使ってみて、今後これを払っていくのはもう十分いいなっていうぐらい嬉しいです。ただね、私これ買った時の値段がアップルの円安の価格改定の前だったんですよ、4月9日。その時がもともとこれが発表された当時の値段24万3800円だったんですよ。で、今この価格改定以降に同じモデルを買おうと思ったら26万7800円なんですよ。やばくない？私が購入して発送されるのを待って、家に届いた後に値上げ改定があったのを見て、アップなー買ってよかったっていう気持ちによりなった。本当にもしあのまま悩んで今日の今日まで注文せずにずっと過ごしてたら、もう価格改定後だから2万円さらに高くなって、もっと買いたいっていうテンションが私下がっちゃって、また悩むっていう日々になってたかもしれない。入荷時期も全然遅れるし、いつ届くか分かんないけど、とりあえず注文だけしておこうって注文したいと、私グッチャブすぎる。ディスプレイに24万かける時点でアホかって話だけど、私の望みと私の用途の中ではこんなに完璧な状態ないなっていう環境が今ここに出来上がりました。なので当然後悔的なことは今の中に全くないし、幸せでしかないです。で、今まで私にとって大きい画面の役割を果たしてくれていた iMac なんですけど、こちらはさようならとするところになりました。この値段も言ったけど高すぎると。で、そうなった時にやっぱりもう絶対条件としてこの人は手放すしかないと。この iMac に関してはまだこうやってディスプレイもついて軽い作業とかならできるとはいえ、もう私にとってのメインの作業をするにはもうどうしてもスペックがダメになってきているものだから、手元に残して何かを用途にするっていう道もあるんだけど、それだと使わなくなっちゃうぐらいもう性能が私の中ではダメです。場所も取っちゃうし、家にずっと置いといても使わずにホコリをかぶってってしまうぐらいだったら、買い取り業者さんにお渡しってかお譲りして、まあ、ドナドナして次の誰かの何かしらの使い道にしていってるもらう方が、この iMac ちゃんの、まあ、余生のためにはなるなっていう風に考えました、私は。なので後日この子はドナドナします。はい、なので後日この子とお別れ会の様子もビデオに撮りたいと思ってます。今日開封に時間を割きすぎて、もういろんなことやりまくって、どんどん日が落ちてね、もうナイトモードが、そんな話をしてるうちに、スイッチボットが電気をつけてくれました。今日が沈んだのでね。ということで、まあ私の今の Mac 環境っていうのは、新たに気持ちを新たに、結局この iMac を買った時と同じぐらいの値段になってしまったんですけれども、まあこんだけそれだとお前何すんのっていう話なんですけど、まあご存知かとは思うんですけど、私は iPad ラバーなんですよ。メインの作業と私がやりたいことの 99% はiPad で済んでしまう状況です、正直。ただだからといって私は Mac を使わない人間になりたいわけではないんです。iPad でできないことが Mac にはたくさんあるし、私にとっての作業も Mac でやらなきゃいけないことは結構あります。だし Mac に対しての苦手意識がすごい私の中でできてしまっていて、今年から来年にかけての目標が Mac と仲良くするっていう目標があって、今 iPad をたくさんこうやって使いこなして自分の中で満足してるのと同じように、それとはまた別の方法で Mac も同じように仲良くなって、 Mac もたくさん使える Apple 信者になりたいなっていう風に思ってるんですよ。 Mac のその使いこなし、そのショートカットだとか設定だとかアプリケーションがどうとかっていう日頃の作業効率化を高めていくのはもちろん、 Adobe のイラストレーターをもっともっと勉強して、今私がプロクリエイトをグワーって使ってるのと同じようにイラストレーターでいろんなイラストを描くとか、いろんなクリエーションをたくさんしていったりとか、そういうのもすごい私は向上心としては自分の中ですごいあって、で私の中でこれはまた憧れなんだけど、スタジオディスプレイ買ったじゃん、 Mac スタジオ欲しいのよ。
今の私には本当にこの MacBook Air 私は十分なんだけど、今言ったイラストレーターガシガシに使うとか Mac バンバン使いこなすとかっていうのをスキルを上げていった末には、今の MacBook Air はスペックが足りなくなるんですね。そうなった暁に次の段階の将来よ、将来の話よ、将来の私が買う Mac は Mac スタジオにぜひしたいなって思うんですよ。 Mac スタジオの吊るしでいい。私はそんなウルトラとかたとえどんなに私のスキルが上がったとしてもいらないので吊るしの M1MAX の Mac スタジオでいいから、あれを置いてガシ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 いろんな作業をするっていうのがちょっと当面の夢。アップル製品を使いこなすためにアップル製品を買い、アップル製品を買うためにアップル製品を使いこなす、これが私の人生楽しいですね正直信者の物欲なだけですよ、この状況っていうのは。今すごいなんかごもっともみたいなこと言って言ったけど見た目と美しさとこのテクノロジー、アップルが作る最新のテクノロジーを追いかけるっていうのを我慢できなかったっていうだけの立ちの悪い信者がここにいたというお話でございましたっていうだけなんですけどねはい、ということでいかがだったでしょうか。もうね、今日ねもう多分ね5時間ぐらいやってる今日の撮影だけで、あの編集ができる自信が全くないし、この動画もしかしたら分割されるかもしれない、前編と後編かなんかにまあスタジオディスプレイもまた使ってて多分新しい発見とか使った時の気づきみたいなのがあったりとかするので、まあ私はレビューアーではないので、レビューっていうかあの報告共有シェアみたいな感じになると思うので、もしまあスタジオディスプレイに関してなんかこういうことできるのとか、こうやって繋いだ時にどういう挙動するの、 MacBook Air との使用感どうとかっていうのがもしあのございましたら質問をいただけたら、一応発表します。ただ私はそのガジェット初心者だし、テック系弱々好きだけど弱々の女だしアップル信者初心者だから、あんまりそのなんていうんだろう、テクニカルなことは全くわからないんですけどパンピーの意見として、なんか一般人としてね、パンピーの意見としてだったらお答えできると思うので、もしありましたら教えてください。あとスタジオディスプレイ持ってて、まあ、他の Mac とかつないだりとかして持ってる先輩スタジオディスプレイオーナーの方がいたら、こういうことをするといいよとか、そこのちょっとボタン押してみとかもしあったらぜひ教えてください。もう私はそれをちょっと見るの楽しみなのでね。はい、ということでお前もお疲れ。いや本当に、いやとにかくやっと開封できて本当に幸せだし、本当に内緒で買って再生したいスタジオディスプレイ、これからスタジオディスプレイと MacBook Air ね、これからこの子たち楽しんでいきたいと思います。また次のビデオでも発表しますのでお楽しみに。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。Down to my heart, down to my heart, down to my heart, I got the joy.